皆様おはようございます。おじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。私は30代フリーターただいまリゾートバイトで山梨県八ヶ岳にお邪魔しております。そんな私の日常をお送りしているチャンネルでございます。ちょっとでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価低評価辛辣なご意見コメント質問何でもお待ちしております。真っ暗ですみません。私はもう目標を達成いたしました。なぜかと言いますと仕事場に向かっている準備ができている最高に偉い。残りの出勤日数は23日です。いやー今日は本当に危なかったです。昨日一昨日と2連休だったので連休明けはそりゃ仕事に行きたくなくなりますよね。ただでさえ行きたくないなって思っていたのに2連休した後はやっぱり憂鬱です。昨日の夜から正直20分ぐらい行きたくないなって思いから眠ることができませんでした。たった20分かって感じですけど体が重くてなんか痺れたような感覚もあって夢ではなんかもう起きない夢見ちゃいました。どんだけ行きたくないんだって感じなんですけどもうかなり寝坊しちゃってああもう仕事飛んじゃおうかみたいなことを考えてる夢。途中で目が覚めて時間気にしましたもんね。あまだこの時間だったまだ寝れるみたいな感じで起きてからもうめちゃめちゃ葛藤はありました。もう行かずに飛んでしまおうかみたいな。でも飛んでしまったらその後のことがやっぱり怖くなっちゃうんですよね。収入ももちろんなくなってしまうし今お世話になってる派遣会社さんにもそうだし現場の方にも迷惑はもちろんかけるしその後の自分にもいいことはないなって今は思えたので今日ここに向かうことができました。まずは今日一日を頑張る。今日一日だけでいいということで行ってきます。はい仕事が終わって少し休んで夜になりました。皆様お疲れ様です。いやー今日は午前中ですね。やっぱりあー仕事嫌だな嫌だなっていう気持ちもあってかもしれないんですけどめっちゃ胃が痛かったです。まあ、そんな中で仕事するもんだからやっぱり体もパッパって素早く仕事に対して前向きに取り組めずにというかまあそれが結構私の働き方になってしまってる部分あるかもしれないんですけどまあそこはね自分が改善していかなきゃいけないんですけどやっぱりちょっとどんくさかったりとか動きが鈍かったりとかで注意されることも午前中は多かったんですよ。まあそんなもんだからあもう絶対にやめたい明日も仕事行きたくない明日もう仕事行かずに休んじゃおうって思いながら働いてました。今どういう気持ちかというともちろん仕事は嫌なんですけどやっぱり働かないといけないし午後は別の業務というか午前いた業務とは違うところに行って働くんですけど、まあ、その中で私と同じように派遣で来ている人とパートナーになって、まあ、働いていたんですよ。まあ、その方は私よりも1ヶ月早く来ていたので今月末というか今日で仕事が終わりでああ羨ましいなと思いながらなんですけどその方も辞めようって思ったことがあったっていう話をしてくださったりとか、まあ、そんな中で同じ派遣仲間とご飯に行ったりとかで何とか頑張れたっていう話を聞いて、ああ、そういう人がいていいなって思うのと同時に、やっぱり自分も苦しんでる中でそれでも踏ん張って頑張ったんだなっていうふうに思うと、まあ、私もあと1ヶ月長えなって思っちゃうんですけど、頑張ろうかなっていう気持ちが少しだけ湧いてきました。まあそういうほんのちょっぴりのきっかけで、まあ頑張っていけたらいいなという気持ちでは今はあります。まあ、またね、明日は行きたくないって思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、本当に、本当に心が無理だって思ったら休もうと思います。まあ、今日午前中に感じていたような胃が痛いってぐらいになってまで、まあ、頑張る必要があるのかって言ったら、そこまでする必要は個人的にはないよなと思ってるので、まあ、今日は2連休明けで余計行きたくないっていう気持ちが強固になっていた部分あると思うので、明日はまた明日とて一日を頑張りたいと思います。いや皆様も好きなことばっかりもちろんやってるわけじゃないと思うんですよ。嫌なことであっても生活のためであったり家族を支えるためであったり自分のためであったりいろんな理由があって頑張っておられると思います。本当にお疲れ様です。皆様も嫌だな無理だなと思った時は休まれるのかどうかとかそれでも頑張るっていう方がもしいたらどういう方法で頑張っておられるのかっていうのを教えていただけるととてもとても嬉しいです。ということで今日も皆様ご視聴ありがとうございました。皆様も一日お疲れ様でした。明日も良い一日を。じゃあね。